どうも、ダークセイバーです。今回は、はかり金継ぎを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。単行本派の人はネタバレ注意です。それでは、どうぞ。パチンコ詳しくないけどこれすごいの？やばいよ。ガチャで言うなら 0.4% の当たりが30連までに必ず引ける。理解としては狙ったガチャのピックアップ30連までで絶対引けるみたいなもんでいいよ。ソシャゲのガチャどんな確率でも30連回せば目当ての SSR キャラ引けるんだわって言ってると思えば、30回以上ハマったことないのはマジでヤバすぎる。余裕でパチマルコのみで生活できる。30回ってハマりの範疇じゃねえだろ。間違ってるかもしれないけど1238を30回以内で当てる確率って排出率 0.6% の PU キャラを30連で引くのと比べてかなり低くない？30回以上ハマらないのと各辺や時短を考えると回すペースは上がる一方ですよね。ひどくない？領域展開なんて必中必殺の技だぞ。ひどいことしかないのは当たり前だよな。何がおかしいって30回以上ハマりしたことないっていうのは術式でも領域でもなんでもなくてはかり先輩自身の元ラックなんだよね。すごくない？はかり先輩の30回以上ハマったことないはパチンカスでいうトータルで勝ってる気がする波の信頼度だと思うんだけどどうなんだろ。自己認識で30回ハマったことないならそれが術式にも現れるだろうから実質無限バフ。クソゲーだろ。30回転以内で当たるってどこでも出禁にされそう。パチンコ術式はまだ許すとしても30回転以内はクソすぎるコンボだろ。術式よりも30回転以内で当たる運気があまりにも強すぎて呪術師にならなくても耐性しただろこの人。マックスタイプですら30回転以内に当たる豪運の持ち主が使うから強いだけのやつだよね。2000円もあれば何万にもなるんだから金には困らなさそうだな。そんなに勝てるならパチプロになってるよ。30回転で初当たり引けるって宝くじを買うと必ず4等以上が当たるみたいなもんだよ。一生食っていける。はかりはそんな生活に熱を感じないだろうからやらないと思うよ。1分の10までの確率なら絶対に当てられるって能力持ちなんかの漫画でいたなぁ。30回で当たる代わりにリボ払いの彼女持ちだ。これが縛りってやつか。この回でやめてたシンフォギア打ちたくなったわ。わい、パチンカス。このシーンで一気にこいつが憎くなった。終始つけてないけどトータルプラスと同じだろ記憶にないだけだよ。知ってるよこういうパチンカスは負けた時の記憶はなかったことにする。ソースは俺。この能力持っててなんで堂本やりたがるんだろう。博打なんて堂本が一番儲かるに決まってんじゃん。外れても損ないから領域バフ状態で演出攻撃してればいいわけだしあまり考えないでもいい術式なんだよな。単純に確率でバフ入る術式ってだけだからな。なのに保守派はケチつけてくるんだよね。当たり前だろ。はかり先輩に関してはちょっと保守派に同情する。仮にパチンコ術式でタイトルだけ自由に変えられるやつだとしたら生まれた時からパチンカスって嫌すぎるな。30回転でマックス肝当てられるのはもうそういう術式なのよ。実はバフがかかるのに時間がかかるって情報以外全部ノイズなのでは？パチンコ台の横にあるラミネートカードを雑に流用してるものだろうししゃあないむしろ余計な情報開示でブラフとして機能。的にはどうでもいい情報開示で縛りが成立してるのかも出しで測りがあえて抜いてないのかも。本当にパチンコと同じなら抽選が始まった時点で当たり外れは決まってるから演出類の説明はマジで意味がない。シャルルは完全に飲まれてたけど演出を見ちゃうのが罠だよね。まさにパチンコの魔力。真面目で自分は大丈夫とか思ってるやつほど一回ハマったら真っ逆さまなのも実にパチンコらしくて最高に最低で好き。これ多分シャルルも好きな漫画だから余計だろうけど知らない漫画やアニメでもこうなっちゃうんだろうか。漫画？興味ないわってやつなら演出中にはかり攻撃に行けるのか、知らなくても飲まれてしまうのか、一回スクナとかしか紫雲にこれやってほしい。必中のルール説明で登場人物紹介してくれる心折りしよう。必中の意味合いがここまでえげつない領域見たことない。ライトミドルでこの各辺突破率はかなりぶっ壊れだろ。俺も打ちたい。演出を選べるって言ってるけどつまり緑赤金のどれで攻撃するかははかりの自由ってことよな。これ金打ち得なのでは？期待度は運次第って書いてるよ。選べるのは玉か扉か疑似連かっていう種類の話。これだけしかないのかも怪しいけど。フローよく見たら各辺に入れば絶対大当たりになるんだな。最初が厳しいけど一度当たれば4分の3時短の期待値でバフがさめがけはなかなか強い。情報を極限まで簡略化したら、ランダムバフをこれまたランダムなタイミングに付与できる術式ってだけだな。他の情報は全部ノイズというか相手の判断能力に対するデバフってこと？
本当にパチンコらしい能力だな。過剰な演出で判断を鈍らせるの悪質すぎて好き。いらねえ情報を強制的に頭にぶち込んでくるって無料空ところっぽさあるな。無料空所が情報をぶち込む攻撃じゃなくて攻撃の前に説明するねオラ、の可能性がある？前提として無限を説明するね情報が完結しない。漫画だからわかりづらいけどこれアニメ化したらクソうるさいよね。視覚聴覚に加えて脳みそにも直接情報を送り込んで相手の判断を鈍らせるってなかなか賢い領域だな。パチンコがろくでもないものであるということがすごくわかる術式である。はかりがどんなことしてくるかは必要な情報だから9割収束されてるだけで。術師本人にしかバフいかないって領域としては正しいから。演出が長くなる無防備な時間が増えるだから疑似連演出使うと演出が長くなる代わりに当たりやすくなったりするんだろうか。パチンコもアニメも全く知らない Y からしたら無料空どころと違いがわからないんだよあ。むしろ全く知らないならガン無視でいいのでよく知ってる人の方が効果が大きいかもしれない。現に原作を知ってるシャルルはまんまと術中にハマってるし、はかり先輩の術式ってハマれば強そうではあるけど五条先生と並べそうかと言われたら結構微妙じゃない？五条先生に落ち骨と比べると3段階くらい落ちる感じがある。この二人が異常すぎるんだけど、このシーンはあくまで将来性の話だから今はそこまで超強くなくても、矛盾はしないんだけどそこまで圧倒的感は今のところないな。1級上位レベルとかお兄ちゃんクラスの印象。落ち骨もはかりも現状で完成形とは言われてないからな。あいつだって完成したのは福黒パパとの死闘経験した上にそっから10年近く最前線で戦ってたからだろうし現時点で悟に劣るとか言われてもそりゃそうだよなってなる。落ち骨はリカちゃんラブラブタイムが5分制限あることを考えるといやそもそも普通に基礎が強すぎるな。はかり先輩は大当たり矢印確変ボーナス次第だろう。はかりの領域の必中効果って何が必中してんの？ゴミ情報を頭に流す。ルール強制の飛車タイプだと思う。多分領域展開成立させる上での縛りなんだろうけど開示する情報がゴミ情報と術式の説明をセットなのがうざすぎる。ゴミ情報ってシャルルが未来予知したから流れ込んだのかと思ったけど他の人でもなるの？未来予知は言動は分かっても概念まではわかんないだろうから、多分他人でもゴミ情報が流れ込みそう。ゴミ情報流し込んだり帰ってくれ。って演出の方に気を散らさせたり呪い霊よりかは対人戦の方が向いてそうな術式だと思う。あれこれゴミのような情報流されたけど要するにはかりが一人でパチマルコ回してるだけだからな。あの目隠しインチキ教師こういう術式めっちゃ好きそうだよね。絶対大笑いしてる。笑って上のおじいちゃんたちに自慢の教え子ですって紹介してキレさせてる。本誌がインフレしすぎて忘れがちだけど領域展開できる時点で術師としてめちゃくちゃ格が高いからな。パイセン術式抜きにそもそものスペック自体が高そうに見える。攻撃自体命中しなくてもパチスロ自体は返せるっぽいんだよな。絵的にあれだが逃げながら回しまくって当たり引いたら反撃とかもありなのか。大体のやつはパチンコのあのクソでかい音と目に悪いフラッシュされたら気が散ってしょうがない。演出が攻撃にもめくらましに使えるのずるくない？戦闘中に相手がパワーアップするかもしれない演出流れるって結構な嫌がらせにもなりそう。あくまで確率とはいえ期待大演出とか来られたら気が気でないだろうし。伏せ黒だと大体ボロボロになりながら使ってるのに、先輩は余裕で使ってくるあたり実力結構やばいよね先輩。悟と同じ年になったらはかり先輩も渋谷全体に術式展開とかできるようになってるかもしれないな。渋谷にゴミのような情報を流すんじゃないよ。裁判で虎杖が再審要求できたように、対戦相手も何かしらこの領域でパチマルコ屋の中の役割に当てはめられてるとかないかな。先輩がパチンコ売ってるのを興味もないのに見させられてる後輩とかかな。確変入ったら落ち骨より強いんやろな。星派の人と揉める。ボコる。定額です。この術式のことで気を揉む星派の人の気持ちを考えたら何か笑えてきた。ニューテクってそういう？星派の人をボコるってことはそこそこの術師相手だっただろうから領域使ってボコった結果ふざけた術式だってバレたのか。これはそりゃふざけるなってなるわ。星派私の脳にゴミのような情報を流すんじゃない。初めて同情したわ。シャルルは作品のパチンコ化否定派だから余計にキレるよな。この領域を見せつけられた星派の人のこと考えると腹が痛い。百鬼夜行122級や1級の上位呪い霊を相手取って領域展開、その時に近くにいた星派をたまたま巻き込んでバレたとかだと余計面白い。星派再評価路線は草生える。これもしかして作品に対する解釈違いで殴り合ったとかだったりするんじゃ。だとしたら面白いな。
真面目に考えると多分領域展開できるほどの術師なんて星葉ウキウキの人材がこんな術式内容だったからだと思う。百鬼夜行獣にわざわざ喧嘩になるほどのことでもなさそうなのにな。百鬼夜行獣に隣で延々とパチンコ演出流された可能性があるな。そら切れるわ。花札とかサイコロの術式だったらここまではこじれなかった。よりによってパチンコなのがダメだった。ニューテクと絡むのが嫌いなんだから、こういうのはセーフなんやろ。最初に術式自覚したところからパチンコだったのかな？もしかして元々は古式ゆかしい博打術式だったのにパチ打ち出して聖徳領域が侵食されて今の形に塗り替わったのかもしれない。ゴミコンボじゃん。ギターで星派の人にパチンコって君未成年だろ。って注意されたから揉めた説があって笑った。星派は頭が硬いな。筐体自分で買って自宅でやる分には問題ないだろ。いや実際は買ってないよねなんで変な言い訳するの？みたいな感じですげえ話がこじれていきそう。星葉はかりくんといったかね？何やら五条家のせがれの一押し術師らしいが、ひとまずどんな術式か見せてくれたまえ。星葉は私の脳にゴミのような情報を流すんじゃない。術式見せてって言ったんですよ。パチンコ屋に連れてけって言ったんじゃないんですよ。でもよく考えるとパチンコと呪いって割と密接なつながりあるような気もしてくる。負の感情の温床になってそうだし。五条先生ならともかく、真っ当な先生や大人だったらパチンコはダメでしょって言っちゃいそうなのすげえわかる。チンチロみたく昔からあってそれが術式として引き継がれていますならともかく、パチンコだから元の博打術式を改造したっぽいしね。金ちゃんの一番の問題は揉めたその後相手をボコったことなので、退学、退学です。でも五条パワーで定額に定額中は違法ファイトクラブ運営したるで。ほんとさぁ、用語のしようがなくて草。在学中からやってたりしない？ちょっと否定できない。そりゃ上層部も何か言うよなと思わざるを得ない。星派だから上から目線の頑固じじいで計りに言いがかりつけてんだろ、みたいな固定観念をうまく使われたのかもしれない。ムカつくほど悪用に言われたせいで殴ったの可能性があるけど、学生が領域展開を習得した、と聞いて見せてもらったら脳内に直接ゴミを押し込んできたんやぞ。そりゃ切れるだろ。ただし怒られた計りも切れる。違法と爆上作ったりしてるからこれに関しては星派が正しかったよね。星派未成年がパチンコとは何事か、けしからん。お前は教師として何とも思わんのか。五条悟チップ頭の硬い老害め。五条が正論叩かれて逆ギレする人みたいになってる。正論嫌いって自分が言ってたからなぁ。